滝沢馬金作尾崎四郎役八犬伝第三回空の巻花との術栗橋の宿で義兄弟の犬塚志乃と別れた犬川宗助の学像は大塚村への近道を歩いているつもりだったが どこでどう間違えたのか道に迷ってしまった丸一日歩き続けてやがて差し掛かったのは本郷の丸塚山だった古びた地蔵堂の脇の広っぱでわいわい人だかりがしていたそこへ何か人寄せの声が流れてきた学像はたくさんの見物人をかき分けそっと覗いてみると 地面へ大きな穴を掘りそのそばで一人の修験者らしい男が何かしきりにわめき散らしているさあみなさんもっと近くへ寄ってこの穴を見るがいい種も仕掛けもない穴の底にはたきぎがいっぱい積んであるこれに油をぶっかけて火をつけるのだパッと燃え上がるが今は夏だ みんなに火に温まりなさいなどと野暮は言わぬこの火の中へわしが飛び込むのだわーっと見物人がざわめいたが白衣を着て同じく白い布で顔を包んだ修験者らしい男はびくともしない手に持った鈴を振り鳴らしているいいか皆さんいよいよわしは禅嬢門に入るが これは仏教でいう悟りの道だ。私は火の中へ飛び込み、ついに火の地獄へ落ちて灰になる。が、本当の私は仏によって救われるのだ。つまり皆さんは目の前で一人の人間が苦行して仏になる姿を見ることになる。ありがたいと思ったら、命名の御将のために心からの栄光を頼みますぞ。 その声が終わるか終わらないうちにおさいせんが雨のように降ってきた。それをかき集めた修験者は穴の中のたき木に火をつけてそれを扇子で仰ぎ立てた。赤い火がメラメラと勢いよく夕暮れの空に燃え上がった。さらばわしの仏になる姿をゆっくりとごらんなされ。ありがたいことだ、南無阿弥陀仏。 南無阿弥陀仏人々は手を合わせて拝んでいるすると修験者は「ええー!」と気合いもろとも身を躍らせて火の中へ飛び込んだ見物人はみんなぼうぜんとして目の前の不思議さに酔っていたありがたがってしきりに念仏を唱える人たちもたくさんいたそれを見ているうちに学蔵の犬川宗介は腹が立ってきた 修験者のやったのは武芸のうちでは隠し物といわれる忍術の手であった火を使って穴抜けをするのである忍術を使って金儲けをするとは呆れた男だまだ若いのにけしからん宗助はそう言ってそばの地蔵堂の中へ入って寝ることにした一日中道に迷ったので すっかりくたびれたのだ。ごろりと横になるとあとは何にも知らなかった。もう夜中と思われるころ大塚の方から「えいほ」のかけ声も忙しく走ってきた一丁のかごが地蔵堂の近くの道の真ん中へドスンと投げ出された。おいぼしの旦那。 こんな夜道を立て続けにかけさせられてはかないませんや。なんとか話のわかるやり方で、おいらの足が動くようにしてもらいたい。さあ、出しなさい。大塚の里で一番美人の浜地さんを盗んだ人だ。その度胸のいいところで、あっさり五十両出すがいい。いたろう、かたろうという二人の籠ゴかきは、 ならず者の,の本性をむき出しにしてゆすりにかかった。が、五十両は大金である。二両三両ならなんとかなるが、サモジ郎にはそんな大金の持ち合わせがなかった。しかし籠ゴか,かきは金が目当てではなくて、はまじを横取りしたいと思っていたのだ。おい、スカンピンの痩せろうに、五十両がなければ、 女はこっちのものだ。さあ、とっとと消えてなくなれ。かごかきは、息きづえを振り回し、一気にさもじろうを叩き伏せようとした。相手を一人と,と見くびり、簡単に追っ払ってしまうつもりだったが、アボシさもじろうといえども武士であった。腰には名刀紫丸がある。さっと刀がひらめいて、 の打ち込んだ生きえをカツンとはじいたと思ったらもう刀身は相手を切りさらに返す刀で刀の方も血しぶき立ててその場へのけぞっていた。もじ次郎はびっくりした鮮やかな切れ味で腕がしびれなんとなく今のは自分が切ったのではなくて刀が勝手に切ったような気がしたのだ。続いてもじ次郎は かごの中からはまじを引き出し、いましめのなわめをといてやった。はまじ殿、聞いてくだされ。わたしは亀崎から犬塚志のを殺してくれたら、はまじを嫁にやると言われていた。いわば二人の中は、親の許した夫婦というわけだ。いいえ、ちがいます。わたしの夫になる人は、 死の殿の他はないのです。まあ、そんな堅苦しいことを言わずに、この刀を見るがいい。これは紫丸といって、死のが肌身離さず持っていた名刀だ。今は訳があって私のものになっている。私はこれを京都の将軍家に差し出すつもりだ。おそらく将軍家は、 私を武士の頭に取り立てるに違いない。そしたらお前は私の妻。どんなぜいたくでもできるというものだ。どうだうれしくないか。しかし何と言われても浜路は左衛次郎の妻などになる気はなかった。それに続いて気にかかるのはなぜ左衛次郎が村雨丸を持っているかということだった。 は,まじはたかぶる不安を抑えながら、問い詰めるとさもじろうは、得意になって、かにわがわの船の中でまんまとすり替えたいきさつを打ち明けた。しのがこがの城へ持っていったのは、ひきろくの持っていたなまくらがたなだ。いまごろあの男は、にせの刀を差し出したばかりに、おもいおしおきを受けているにちがいない。はまじどの。 バカな男のことなど忘れてしまいなさい。様「左衛次郎様本当にあなたの持っている刀は村雨丸に違いありませんの確かに船ですり替えたのですね。そのとおりです。さあこの刀をとっくりとご覧なされ」。そう言って左じ次郎は刀を浜路の目の前へ差し出したのである。 浜路は悔しさ無念さが胸いっぱいにこみ上げてきた。今ごろ志はこの刀がないため定めし苦労しているに違いない。こんな男は殺すに限る、と心の中で叫んだ時浜路はすっかり強くなった。いきなり佐母次郎から名刀村雨,雨丸を受け取ると、抜くても早く、 力任せにさもじろうをめがけて突き刺した。この悪者目、覚悟せようううう。<laughs> よろめきながらもさすがにさもじろうは最後の力を振り絞った。腰の小刀を抜いて浜マジの背中へ突き通したのである。浜マジは血に染まって後ろへのけぞった。アホな女め。 そんなにしの,のことを思っているなら篠の,の刀で殺してやる。さあ村雨丸の切れ味を知れ。そう言って左衛次郎は自分の胸に突き刺さった刀を抜き取りそれでマジのとどめを刺そうとした。とどこからともなく手裏剣が飛びそれが見事に左衛次郎の左の乳の下にぐさりと刺さった。 サモジ郎は、あっと叫んで前に倒れ、やがてそのまま動かなくなってしまった。ところがこのとき、サモ郎とハマジを見つめる四つの目があった。二つの目は、手裏剣を撃った男。名前は、犬山同説といって、たくましい大男だった。あとの二つの目は、 地蔵堂の中でぐっすり眠り込んでいた学像の犬川宗介である。彼は男女のうめき声で夢を破られ、慌てて外へ飛び出そうとしたが、ふと思い直して踏みとどまった。薄月の光を浴びて、女が倒れ、男が倒れ、そのそばに雲つくような大男が、名刀紫丸を持って立っている。 はてな、あの男の顔は確かにどこかで見たことがある。そう言って宗けは目をこすって首をかしげたが、次の瞬間、彼は確かに思い出した。前の日に近くの広場で火を燃やし、その中へ飛び込んだ修験者の顔にそっくりだった。しかしあの時の白衣姿とはこと変わり、 南蛮鎖の襦袢に腹巻をして、その上に旦那良島の広袖の一枝を着流していた。腰には取材屋の大小を束さみ、右手に名刀村雨丸を持った面魂は、ただものとは思われなかった。これは珍しい名刀だ。その男は村雨丸を鞘に収め、 続いて気を失った浜路を抱き起こした「これ女お前の名は確か浜路と言ったようだがそれに間違いないかもしかしてそっちは大塚村の往生や大塚氷六殿の養女ではないだろうな」「はい確かに私は」浜路は,は苦しそうにうなずいた。 しっかりしてくれ、花地。私はお前の兄の犬山同説だ。今少し早く気がついていたら、お前を殺さずに済んだものを、せっかく巡り合った妹が、今息を引き取ろうとしているとは情けない。この兄の胸は張り裂けそうだ。その嘆きが天に通じたのか、 は,まじはめをぱっちりあけてすわりなおした「にいさんたとえしをまえにしてでもあなたにおめにかかれたのはうれしゅうございます」「どうかわたしのみのうえをおおしえください」「おねがいです」「よろしい話してやるからきもちをおちつけてききなさい」犬山説は、 何から話そうかと思案してしばらく目を閉じた彼はまず犬山家が練馬平左衛門の家来として数代続いた名家であることを説きそれから千年の池袋の戦いで練馬平左衛門が上杉定正のために打ち取られたことを話した「私とお前の父犬山入道をはじめ 一家の者の,の多くはみんな池袋の合戦で討ち死にを遂げ我らの一門は滅びたのだ。その時私は七歳でお前は生まれたばかりの赤ん坊だった。大塚村の大塚家の養女に引き取られたのはこうした一家の悲運によることで私は子供心にも 幾度大塚村へ行った妹が恋しくて泣いたか知れなかったそれで今兄さんは何をしておいでですかあなたの力でもう一度犬山家の名を挙げることはできないのでしょうか私は殿の仇父の仇を討つために戦を起こす軍用金が欲しいのだ 私は人を集めては花とんの術を使い金を集めている。だが私の本当の目的は上杉定正の首を討ち取ることだ。私は今はの際にぜひとも兄さんにお頼みしたいことがあるのです。悪人左右次郎が持っていた名刀村雨丸を犬塚氏の殿に渡してください。 私は死の殿の妻になる身だったのです。村雨丸がないとあの人はひどい目に遭わされるに決まっています。どうか刀をあの人に届けてください。けれども同どつは苦しそうに首を振った。かわいそうな妹、許してくれ。私はさっき。 この刀を見た時から私のあだの首を打つのはこの刀だと思っていた。私はこの刀で自分の運を切り開いて生きていく。だから私にこの刀を持たせてくれ。きっぱりとそう言われて浜路は何にも言うことができなかった。胸が塞がって息が詰まった。まもなく。 短い花の命は散っていった。同説はいかにもつらそうに顔を背けた。死んでいく妹の頼みを退けてまで名刀村雨,雨丸に心を引かれる自分が哀れに思えたのだ。とその時地蔵堂の格子を開いてパッと飛び出したのは犬川宗助だった。 彼はずっとこの場の様子を見ていたが、本当に村雨丸がその場にあるとすれば、これこそ義兄弟の死ののために一大事だと思った。しかし、妹の頼みでさえ聞かなかったものを他の者のに渡すはずはない。そうなれば力ずくで奪うより他に道のないこともわかりきっていた。宗助はいきなり同説に飛びかかった。 すぐにクンズホグレツのつかみ合いになり、いつまで経っても果てしがつかなかった。やがて同説が言った。しばらく待て。私は他に大きな望みのある身だ。こんなところでバカバカしい争いをして死ぬ気はさらにないぞ。死ぬ気がなければどうするのだ。命が惜しくて逃げる気なら。 素直に村雨丸を置いていけ。犬塚志乃の儀兄弟犬川宗介が預かってやるそう言いながら宗介はいきなり刀を抜いて相手の肩先へ切りつけた同説の肩にはこぶがあったこのこぶを切りつけると黒い血がほとばしった中からさっと飛び出した白い玉が宗介の懐へ入ったけれども 二人は夢中で気がつかなかった。さあ、犬山洞窟とかいう卑怯者、命が欲しければ刀を渡せ。いや、渡さんぞ。この刀は死に際の妹にさえ渡さなかった名刀だ。気の毒だがもらっていくぞ。さらばだ。はパッとと白煙を立てるとすー 煙とっしに消えてしまったさすがの宗助もしばらくはぼんやり立っていたすると何やら懐ではねているものがある不思議に思ってそれを取り出すと犬塚志のと自分の持っている玉とそっくりの玉だったその玉には「中」という文字が浮かんでいた「しまった」 犬山洞窟もやっぱり仲間の一人だったのだ。もっと早くわかっていたらなあ。そう言って宗助は悔しがったが、今は仕方がないので、ひとまず大塚村へ帰ることにした。その大塚村では大変な騒ぎが起こっていた。酒盛りをしながら花嫁の出てくるのを待っていた代官の九六と五倍寺の二人は、 あまり待たされるのですっかりしびれを切らしてしまった。どうしたのだ肝心の花嫁がいなくては祝言にならないぞ。と催促すると主人の引き録が現れて。はまじは9秒でお目にかかれなくなりました。と苦しそうな顔で言い訳した。なに病となそれは気の毒じゃ。 お見舞いしよう。どこに寝ているの。ひがみきゅうろくは娘の部屋へ連れていけと言って聞かないのだいくら悪賢い引きろくでもこれ以上の言い逃れはできなかったやむなく娘の家出を打ち明けたのであるすると五倍児はかんかんに怒りだしたこれ引きろくに亀崎これへ直れ 花嫁が逃げたと言ってことが済むと思うのかたとえ代ど殿が許されてもわしがただではおかんうへえ引き六夫婦はもう生きた心地もしなかったその時亀崎はふとよいことを思いついて夫にささやいた氷六殿こうなったらやむをえません名刀村雨丸を 殿の引のき出物としてひとまず大官様にこの場を引き取ってもらいそれから八方に手を尽くして浜路を探すほかはありますまい。引録は奥から名刀村雨丸だと思い込んでいる左右次郎の刀を持ち出してそれをうやうやしく大官の前へ置いたこの品は古賀公坊様が大大大事にされたと聞く。 名刀村雨,雨丸でございます。私たち夫婦の真心の印ししに、どうかこの刀をお納め願います。何村雨丸とはありがたい。花嫁のことはいずれに三日先のことにして、今日のところは名刀を引き出物に引き上げるとしよう。しかし念のため、 刀の中身は改めるぞ。名刀の効き目はて面だった。氷上九六は怒った顔を和らげて、むら丸のさやを払った。ところが中身は名刀と,とは似ても似つかぬ赤さびた生倉刀だった。こら引き六大官をなぶりものにするとはけしからんやつじゃ。 もはや許さんぞ。給六は醜い顔をいよいよ醜くして腰の刀を引き抜いた。引六夫婦は慌てて逃げかけたが、それより早く給六の刀が引六の背中を浴びせきった。亀崎も五倍児の抜き打ちで血潮に染まった。二人ともあっけない最後を遂げたのである。そこへ、 学像の宗介が戻ってきた。うちの中には誰もいないので、さてはと奥の前へ飛び込むと、辺り一面の血の海である。そこに人間が二人倒れているが、もうピクリとも動かなかった。九六と五倍寺は、引き六と亀崎をなぶり殺しにして、やっと気が済んだらしく、刀を拭って立ち去ろうとしていた。 するとそこへ踊り込んできた額像が、いや、人殺しをして逃げるとは、見下げ果てた卑怯者だ。もう一度刀を抜いて立ち会うがいい。黙れ。見れば下郎の文在で、我らを呼び止めるとは生意気千番。息がけの打鎮に切り捨ててくれるぞ。二人は相手を下郎と見くびり、 左右から切りつけてきた。しかし、学像はひらりと体をかわし、浜地殿を苦しめた大感名、今こそ思い知るがいい、というが早いか、さっと下から切り返した。宗助の鋭い立ちに追い詰められて、ひがみ九六はもう逃げ腰になっていた。それを後ろから切り伏せ、続く二の立ちを五倍児の肩のあたりに浴びせかけた。 しかし五倍児は痛手に苦しみながらも斜めに飛んで表を目指して一目散に逃げていった。宗助は血刀を引っ下げてあとを追いかけようとした。そこへ一旦逃げちった村人が引き返してきた。みんなは宗助から主人の仇の悪大官を打ち取ったことを知らされた。けれども次の朝になると、 大寛九六の弟で、日上聖兵という者が、五倍寺を案内役に、同役の伊佐川岩八と大勢の取り手を引き連れて大塚家へ乗り込み、あっという間に宗助を縛り上げてしまった。大寛殺しの滞在人だというのだ。生き残りの五梅治が、でたらめの証人となり、 まんまと学像の犬川宗介を犯人に,にしてしまったのである法流閣の血統。大塚村でこんな事件が起こっていることなど夢にも知らない犬塚志乃はやがて来る立身の日を夢見ながら道を急いで古河の城下へ着いた早速志乃は 古公房の執権職を務める横堀有村の屋敷へ出向き法湯村雨丸を公房様に献上したいと言って申し入れたすると有村は「村雨丸を持って参ったとは奇特なことだ」しかし公房様がまだ鎌倉におられた頃父君喪中寺公の元の家来を呼び集めたことがあったはずだ なぜその時お前の父犬塚万作は村雨丸をもって鎌倉へ集まろうとはしなかったのかその訳を話すがいいはい父は結城合戦の時負傷して足が不自由になりそのころは私もまだ幼く今日の日を待つほかはなかったのでございますふーんそうか よく分かった。明日公方様にお目通りができるよう計らって取らせる。今夜は宿へ帰って休むがよい。ありがとうございます。しのは天へも登らんばかりの心地だった。いよいよ父の遺言を守って長い間の望みが遂げられるのだと思うとしのは宿へ帰って床へ着いても おちおちと眠れなかったそうだきれいに刀身を磨いて心ひそかに村雨丸と別れを告げるのだそう言って起き上がったしのはいずまいを正して村雨丸のさやを払ったうんこれは一体どうしたことなのだ中身は 名刀とは似ても似つかぬ赤さびた生蔵刀だったのは頭を抱えてじっと目をつぶったいつどこですり替えられたのか父の晩作から村雨丸を受け継いでからは片時も肌身離さず持ってきた刀であったさてはあの時船の中で網星左衛次郎がやったことに違いない しのは無念のはがみをしたが、もうどうすることもできなかった。その晩、死のはまんじりともしないで朝を待った。今となっては一刻も早く、刀が何者かの手ですり替えられたことを正直に九方様へ申し上げなければならない。死のが身支度に取りかかっているところへ、横堀有村からの迎えの者がやってきた。 仕方がないのでのは迎えの者のと一緒に城へ向かった。城へ着いたらすぐに有村に会い、そこで刀の話をしようと思ったのに、それができないまま案内役に導かれて、滝見の間という五点の奥の前へ通されてしまった。正面の一段高いところに足利茂氏が座っていて、左右には 執権職、横堀有村はじめ、家来の者たちが星のようにずらりと並んでいた。有村ははるかに篠を流し目に見て、待っていたぞ、村雨丸を午前に参らせよ、と声をかけた。篠は、今はありのままを申し上げるより仕方がない、と心に決めて、まことに、 恐れ多いことでございますが、何者かの手で、村雨丸がすり替えられておりました。私には、いささか心当たりがございます。しばらくのお暇をいただけば、きっと刀を取り返し、改めてお届け申し上げるつもりでございます。と、真心を表に表して申し述べた。だが、それを聞いた有村は、 みみるみるかおのいろをかえてだまれそちは初はめから村雨丸などは持参せずこの城の様子を調べに来た敵方の回し者に違いないものどもこやつを召しとるのだと大きくあごをしゃくって叫んだたちまち抜き身の刀を引っさげた数十人の武士が周、ま、りのふすまをさっと と開いて飛び込んできたここで捕まったら犬死にである。わはらはの下をくぐってさっと広庭へ踊り出た。しかしその庭も刀を持った武士でいっぱいだった。のはにわに軒端の松の木に飛びつき、ひらりと屋根へ乗り移った。追いすがる敵を切り捨て切り捨て、屋根を伝っていくと、行く手に、 三層の老がそそり立っていた。足利重氏が税を凝らして作った物見の高殿法隆閣である篠は老閣へ登っていった下を見下ろすと利根川の流れが白い渦を巻いて矢のように流れているもうここからは逃れる道はない篠は血が棚を下げるとすっくと籠城に立った え誰、ー、かあやつを召し取れる者はいないか下では有村が躍起になって叫んでいるが誰一人進んで老角へ登ろうという者はいなかったこれではよほどのものでないと死のを召し取ることはできそうにない有村は頼みになりそうな家来の顔を次々に思い浮かべていたがふと 犬飼い原八のことを思いついたそうだあれなら死のを討ち取ることができる犬貝原発は武芸に優れとりわけ柔術と取り物にかけては渦中で並ぶものがいなかったが執権職の有村に憎まれて今は牢につながれていたけれども今の急場を救うことのできる腕前のものは 残念ながら広い渦中にも犬貝玄八を置いて他にはない有村は大声で叫んだ犬貝玄八を牢から出せ玄八を自由にして法流閣の敵を追わせるのだ早速牢から引き出された玄八は実手を取って法流閣に上り始めたやがて玄八は 夏の日に開けた田舎の上に立ち、犬塚氏のと向かい合った。我こそは足利重氏公の家臣、犬貝玄八だ。あまたの家臣の中から選ばれて、狼藉者を召し人に参ったぞ。おう、我が名は犬塚氏の。いざ、かかって参れ。 たちまちじってと刀が絡み合い火花を散らす戦いとなったしかし勝負はいつまでたってもつかなかった広庭の有村をはじめ家来の武士たちはみんな手に汗握って見上げている両剣士はしばらくにらみ合ったまま身ろぎもしないで向き合っていたが白い光が横へ流れたと思った瞬間じってがこれを遮り 死の手の刀がビシッと音を立てて折れてしまった。その隙を縫って原発はムンズと死のに組みついた。力比べなら誰にも引けを取らない原発だったが、牢の中で体が弱っていたせいかなかなか死のを組み伏せることができなかった。下で見ていた人々の間から、ああというどよめきが起こった。 屋根で組み合っていた二人は黒い塊のように空中高くもんどり打ったかと思うと真、ま、っ逆さ,さまにトネの流れに落ちていった巡り合い下雅の国行徳に粉屋という宿屋があった主人の文吾兵衛は 三度の飯よりも釣りが好きで、今日も入り江で釣り糸を垂れていた。この川の上流は関東第一の利根川である。お祭りはいいが、喧嘩は困るな。水に浸かった釣り糸を見つめながら、文吾兵衛はちっと舌打ちをした。というのは、息子の小分子文吾と 娘婿の山林房八との仲たいのことが心配でさっきからそれが気にかかっていたからである。小子文吾は今年二十歳の若者で身の丈が二メートル近くもあり生まれついての怪力だった。が娘婿の房八も力自慢の大男で。 この二人が八幡神宮の祭礼の日に相撲を取って房八が負けたことからとうとう仲たがいになってしまった。親戚同士のけんかはみっともない。なんとかして仲直りをさせたいものだ。そんな独り言を言ってふと川上に目をやった文後兵は水の背に乗って漂ってくる小舟に気がついた。 こいつは少し変だぞ文 u 兵は、船が近寄ってくるのを待って、船の中をのぞいてみた。おどろいたことに、船のそこには、フ人の武士が、折り重なるようにして、気絶しているのである。しかも、そのうちの一人の顔には、たしかに見覚えがある。文 u 兵は、わててそのおとこき起こして、カイした。だが、 顔見知りの男は正気づかずにもう一人の方が気がついて「一体ここはどこでしょうか?」と言ったこの二人の武士は犬塚志のと犬貝源八だったあの法流閣の籠城から真っ逆さまに利根川へ落ちた時運よく岸に繋いであった小舟に落ち込んだのだった 二人が気を失っている間に、ここまで流されてきたに違いない。文語兵は正気づいた志のの顔をしみじみ見守って。私が解放した人は生き返らず、見知らないお前さんが生き返ったとは、変な気がします。でも、私は確かにこっちの人を見知っています。この方にあざがあるのが、何よりの証拠ですよ。 このお方は、小学坊様の武家美脚を務めた、犬げん兵いという人のもらい子、玄八様に違いありません。して、そのあざはどこにそう言ってしのは、まだ正気に戻らない玄八の顔を見てびっくりした。確かに、ボタンの花の形をしたあざではないか。このあざがあるからには、 いつぞやぬかすけ老人が言い残した玄吉に違いない。しのは自分の身の上とぬかすけ老人から聞いたげんぱちの身の上を物語ってから私の身柄は土地のおきてに従っていかようにでもお取り計らいくださいと覚悟を決めていった。この時犬貝ぱちはやっと目を開いて。 またれよ、犬塚氏と呼びかけたおおお気がつかれたかいや先ほどからしょう気づいてはおりましたがわざと黙ってお二人の話を聞いておりましたはてこれは意地のお悪いことだのが苦が笑いするとぱちは頭をかいて どうも、法隆閣の上では失礼いたしました。もちろんあなたに恨みはないが、あの横堀有村という執権は悪いやつです。私は有村のために牢へ入れられ、散々嫌な思いをしましたが、まあ今度はあなたのおかげで牢から出られたのです。遅ればせながらお礼を言わせていただきます。いや、 そんなことを。ところが、死の殿がお察しの通り、私は陽明を元吉と言って、岐阜から身の上話は聞いていました。証拠の品はこれです。そう言って、犬が貝玄八は、懐を探って守り袋を取り出し、中に入っていた水晶の玉を手のひらに乗せた。ぬかすけ老人の言った通り、 まさしく玉に浮かんだ文字は「真」であった。不思議な縁ですが、私もやっぱり玉を持っています。そう言ってのも懐から水晶の玉を取り出してみせた。そして他にも犬川宗助という義兄弟がいることを原発に知らせた。我々は天の許した兄弟らしい。 その通りこれからは何でも助け合って生きることにしましょう。二人は固く手を握り合ったところがこの時文吾兵衛はひどく真面目な顔つきになって口を挟んだ「まことに奇妙な巡り合いと申すほかはありませんが実はもう一人あなた方の仲間入りをする者があるのです」。 それは私の息子の分子分母で左の肩のところにお二人と全く同じようなボタンの花のあざがありその上水晶の玉も持っています。えそれは本当ですか何で私が嘘を申しましょう。あの子が生まれて一年目物食い始めの祝いに赤飯を炊きましたが。 ぶんご文語が箸をつけるといきなり赤飯の中か,から水晶の玉が飛び出しました。しかも玉には「て」という字がはっきりと浮かんでいるのです。それを聞いたしのは思わずげんぱちと顔を見合わせて「そうですかするとまた仲間が増えましたぞ。うれしいことです。 私たちの目に見えない義兄弟が、まだまだこの世のどこかにいると思うと、胸が膨らんできます。しかし、豊後兵衛は、まだ自分の息子について語りたいと見えて、お二人とも、よくお聞きください。私のうちは、今こそ旅粛をやっていますが、もとは立派な武士なのです。 兄は名古屋の七郎といって山下定金という悪人を討ち取ったことで無名が高いのです。それが間もなく家は滅んで私はこの行徳へ来て名古という姓をあべこべにい屋に直して旅縮を始めましたが今ではせがれだけが自慢なのです。夢中で話し続けようとした時。 水際の葦の葉がさらさらと動いてそこから半身をぬっと表した人の影があったお父さんこんなところで長話はいけませんいくら行徳とはいえやはり公方様の目は光っていますからなるほどこれはうかつだったがここへ古文吾が来たのはちょうどよかったさあお二人様 これれがが私のせがれのせ古文語です。よろしくお願い申します。早速一同は打ち連れだって粉屋の方へ引き上げていった。血のついた呪盤。もう粉屋と書いた軒端のあんには火が入っていた。田舎の旅宿は客が少ない。 その上、折り翼祭りの日にあたっていたので、召使いの女どもが里帰りして、留守なことも世間をはばかるのと玄八にとっては幸いだった。二人は古文吾の計らいで、法流閣の戦いで負傷して血まみれになった衣類をあっさりした浴衣に着替えると、そのまま奥の一室へ閉じこもった。しかしこの時、 怪しい影が粉屋の裏口へ忍び寄っていた。その男は死のの脱ぎ捨てた血まみれの序盤を持って逃げ出したが、無論誰もこんな人影には気がつかなかった。油断のない小分子分母は泊まり客を気にして、燃玉棒は戻ったのかなと家の者に聞いた。 四五日前から泊まり込んでいる旅そうだが、朝から出かけて戻ったり戻らなかったりの日が続いていた。どうやら今夜はまだ戻っていないらしい。主人の文語兵と義兄弟三人は、奥の座敷で仲良く食事をした。その後、よもやま話に花が咲き、いつ果てるともない和やかさだった。その時、表口の戸を、 いきなりトントンとたたくものがあった「ここを開けてください大将わしは塩浜の唐郎です」「おみこし洗いをしているところに山林房八の子分が暴れ込んで大げんかになりましたあっちにもこっちにもけが人が出て大弱りです古文後の大将に出てもらうにゃおさまりがつきません」 子分吾はいかにも迷惑そうに聞いていたがやがてすっくと立ち上がった「房八が相撲のことを根に持って今頃仕返しの嫌がらせをやったに違いない困ったやつだと思ったがこうなれば出かけていくほかはない父の文語兵は心配して子分吾気をつけてくれ軽はずみなけんかを買って」 義兄弟に迷惑をかけてはあいすまぬぞ。どんな無理を言われても忍んでくれるな。はい、ご心配かけるようなことはしませんよ。古文語はそう言って表へ出て行った。ところが古文語はとうとうその晩帰ってこなかった。たった一人の客だという年玉房もどこをさまよっているのか。 やっっぱり戻ってきた気配がない。主人の文後兵は古文吾の身を案じながらも奥の座敷の2人のために妻を相手に朝食の支度をしたすると原発が茅の中から起き出してきて「ゆうべ犬塚氏は肩の傷が傷んでひどく苦しんでおられました破傷風にでもなったのではないかと心配です」。 破傷風では大変だ。この辺りにも医者はあるけれど、ようはばかるみでは医者へ見せることができません。どうしたらいいでしょうなあ。文五兵衛も心配そうに首をかしげた。すると玄八は急に思い出したように膝を叩たたいた。だいぶ前のことですが、芝浦に 破傷風によく効く薬を売っている家があると聞いていました。これからすぐに買いに行ってきますから、どうかとをよろしくお頼みします。でもこんな時出かけるのは危険ではありませんか。い,いえ、どんな危険でも義兄弟のためだと思えば何でもありません。ここから芝浦までは大した道のりではありませんから。 夕方までにはきっと帰ってきます。玄八は深編み傘で顔を隠し、粉屋の裏口から抜け出した。文五兵衛は篠の枕元につきっきりで解放していた。その日の午後、裏木戸から一人の男が飛び込んできた。粉屋の旦那、大観様のお呼び出しだ。すぐ。 わしと一緒に来てもらいたい。た文吾兵は奥の座敷で寝ているしのに何事かをささやくとその男の後について裏木戸から出て行った夏の空には入道雲がいっぱいに湧き上がっていたちょうどその頃、ろ小文吾は足早に家に向かって歩いていた彼は夜通し喧嘩をふっかけてくる山林の子分たちを相手に 粘り続けたたのだった若い衆のけんかはもつれるばかりで少しも静まらなかった。相撲に負けた妹婿の山林房八がしきりに若い衆をつっついてけんかを売るからである。けれども小文吾は父の文語兵衛に誓ったことを忘れずに死んだ気になって辛抱していた。打たれてもののしられてもじっと我慢した。 しかし、その我慢のかいがあって、とにかく喧嘩は昼過ぎになってようやく収まった。彼はほっと安心して慌てて家路に着いたのである。いつしか入道雲は散ってしまい、赤い夕日が眩しかった。古文吾は、死のと原八の顔を思い出しながら先を急いでいた。といきなり彼は、 数人の取り手によって囲まれてしまった。小文吾、待て小文語は油断なく刀の柄に手をかけて身構えた。すると取り手たちは縄でキリキリ巻きに縛り上げた人間をいきなり小文吾の目の前へ突き出したのである。見るとそれは父の分吾兵ではないか。さすがに小文語はぎょっとして。 思わずに散歩よろめくように後ずさった。取り手の中からいかにも頭らしい男が進み出て、厳しい声で言った。これ、古文語とやら、わしは古河久保様の配下で、りほだ田うというが、大罪人の犬塚しのを生けどるためにやってきたのだ。お前の父文吾兵衛は、 怪しい旅人の武士をかくまっているとの訴えがあり、早速文語塀を召し出して取り調べたところ、こやつなかなか強情で白状しない。それで縄を打ち、これから矢探しに行くところだ。どうだ、古文吾。お前がもし親の縄目を解きたく思えば、犬塚志のを絡め取ってみよう。古文吾は、 耳を傾けながら考えた「これは大変なことになったものだ。父がこんな目に遭っているところを見ると、もはや篠と原八はこの世にいないかもしれない。そう思って父の目を見ると、その目は静かに澄んでいる。そして、パチパチと瞬いたのは、まだ大丈夫だと言っているような気がした。 お役人に申し上げる。できればあなたの言う通り、怪しい武士を捕まえたいと思いますが、何しろ昨べうちを出たままで、どんな男が泊まっているか見当がつきません。これからうちに帰り、もしそんなくせ者がいましたなら、きっと生けどって差し出します。もしまた、相手が強くて手が出そうもなかったら、そっと酒を飲ませて。 寝首、ね、を切ってお目にかけます。どうか明日の朝までお待ちください。なるほど、それは頼もしい。犬塚しのという男はなかなか手強い剣士だから、決して油断はできないぞ。どうか頑張って召しとってくれ。新織保田祐は何べんも念を押してから引き上げていった。 役人の手で引っ立てられる父と、それを見送る子分母の目には、熱い涙がにじんでいた。役人に死のを渡すと言ったのは、もちろんキューバをごまかす口実だったが、死のを生け取らなければ、父の分母兵がどんな目に遭わされるかわからない。親を殺して死のを生かすか、それとも死のを犠牲にして父を生かすか。 今こそ古文語は二つに一つの道を選ばなければならなかった。我が家へたどり着いた時はもう夕方になっていた。古びた旅宿はひっそりして人の気配は感じられなかった。古文語は安闘に火をともして一つは店先に置きもう一つは自分でもって奥の座敷へ行った。 奥では篠がただ一人破傷風の痛さと戦って寝ていた。原発は芝浦まで薬を買いに行ったと告げる篠は額にべっとりと油汗を浮かべいかにも苦しそうだった。今の古文語は篠にさえ本当の心の内は語れなかった。暗闘の光を見つめてぼんやり考え込んでいると。 入り口の方で粘玉棒の声がした。誰もおりませんかな。わしじゃ。粘玉棒が立ち返りましたぞ。慌てて店先へ飛び出した小分吾は、相手が死のに気づきはしまいかと心配したが、粘玉棒はさっさと自分の部屋へ通って尺八を噴き出した。むせび泣くような哀れな調子が、 高く低くくれてくる。暑苦しいだけで風のない夏の夜は尺八の調べによってふけていったしばらくすると表の方でバタンと音がして籠が止まったらしい気配がした中から出てきたのは小文母の妹の縫とその子の大八でこの二人の後ろに 房八の母の明心までが付き添っているはてこんな夜更けに一体どうしたのです訳を話しなさいすみません私と第八は山林のうちを追い出されてきましたその原因は兄の私にあるらしいそれにしてもたかが相撲の勝負を根に持って 妻を追い出すとは狂気の沙汰だすると母の明神が静かに口を挟んだ本当にあきれたせがれでございます嫁と孫が哀れでなりません親の私も今度のことですっかり房八に愛想がつきましたまったく今のせがれは気違いですこれから帰って ふさ八は私がときつけますゆえ、どうかしばらく嫁と大八を預かってくださいませ。お願いいたします。妙心は泣きの涙で頼んだ上、やがて逃げるようにして帰ってしまった。尺八の音がまだ続いて聞こえてくる。文は、 座敷へ上がって小さくなっている妹の縫と大八を見るにつけても房八の仕打ちに胸が逃か帰ったいつもの彼ならとっくに房八のもとへ切り込んで型をつけるところだったが死のの身を思うとそれもできなかったこの時粉屋の表戸をがらりと開けて踊り込んだ男があった「お前は房八」 おう、古文寺だな。女房と子供を離縁した今、お前とおいらは立派な他人だ。おいら相撲の強い古文吾さんに他人になって言いたいことがあってやってきたのだ。なるほど。見上げた心がけだ。どんな文句か言ってみろ。慌てるな。今座敷へ上がって言いたいだけは言わせてもらおう。 そう言ってふさはちはくぐり戸をぴったり閉めて鍵をかけた。古文語の姿は鈍い暗闘の光にくっきりと浮かび上がっている。その前へふさはちがどっかりあぐらをかいた。俺が今日やってきたのは他人としてお前に買ってもらいたい品があって持ってきたのさ。どうだこれを買う気はないか。 そう言いながら房八が取り出したのは血のついた呪盤だった。確かにそれはのが着ていた呪盤に違いなかった。これを売りつけに来たからはお前はもう何もかも知っているのだな。知れたことだ。おいらが脱いと大八を追い返したのは大罪人をかくまう奴らとの親類付き合いがまっぴらだったからさ。 犬塚志のを生けどった者は、たくさんの褒美にありつけるばかりか、立派な武士に取り立ててもらえると聞いている。こんな手柄をお前に取られてはたまらない。おいらは志のを引っ捕らえて武士になるのだ。たまれ犬塚志のなどという男を、かくまった覚えなぞない。言うな、この後に及んで。 しらばっくれようとしてもだめの川だ。さあ、死のを渡せ。そう言い,いながらふさはちは、刀を抜いて立ち上がった。もはや、子文後も我慢がならなかった。刀のつばもとを握ってすっくと立つと、縫いはたまりかねたように二人の中へ割って入ったが、ええ、女のけいとばかりにふさはちに蹴り上げられた。 が、その足先は狂って第八の横っ腹に当たった。赤ん坊はそのまま気絶して倒れてしまったのである。房八はそんなことには気も止めず、刀をひらめかして奥の座敷へ行こうとした。小文吾は刀を抜いてそれを遮り、二人はしばらく呼吸を乱して切り結んだ。その真ん中へ、縫いが飛び込んだ。小文は、 危ないとばかりに突き放したが、縫いは倒されながらも草八の膝にすがりついた。この時、古文吾を狙った草八の刀は、わずかにそれて縫いの肩のあたりを切ってしまった。びっくりした草八は、慌てて縫いを抱き起こそうとしたが、その一瞬、古文吾の刀が見事に草八の胸元に突き刺さった。ガクンと前のめりになった姿勢で、 八は左手をかすかに上げたま待、ま、ってくれ古文庫どの。苦しい息遣いをしながら房八の態度はがらりと変わって神妙だったこれ古文吾市川の房八は,ちはたかが相撲の勝負に恨みを持つようなケチくさい男ではないぞ。 まず初めにこのことを信じてくれ相撲の勝負のことは行徳と市川の若い者を怒らせた若い者は祭りともなると何か怒って暴れてみたいらしいそんなことなら分かっていたいつでも喧嘩はバカバカしいものだそのことでおいらはお前を訪ねようと 川沿いの道へ差し掛か,かったんだ。そこで小舟に乗っている二人の武士と親父さんの話を聞いてしまったのだよ。お前を加えた三人が不思議な水晶の玉を持っていることを知って、おいらはハッとしたんだ。もしかして、お前も玉を持っている仲間というわけではないだろうな。 オイラではないがせがれの第八が持っているのだあれは生まれた時から右手をかたく握ったままで初めは片はかと思っていたそれがつい近頃になってその手の中に小さい水晶の玉を握っていることが分かったのだこのことはおいらと 女房の縫いだけが知っている秘密だ。が、飛び出して名乗るには、小文ごとの仲たがいが邪魔であった。どうしたものかと迷っているうちに、その晩は、つまらないみこし洗いのことから、またしても若い衆の喧嘩騒ぎになった。次の日の午後、やっとのことで騒ぎが収まったところで、 ふさはちは水晶の玉のことを古文語に打ち明けたいと、ひそかに後をつけていった。が、その途中で文語兵が大官所へ引かれていくのに出会ったのだ。滞在人死のをかくまった疑いだということはすぐに知れた。しかも死の人相書きはいち早くムラの辻に張り出され、これを知らせた者には途方もない賞金や 生け捕りにしたものは武士に取り立てるということが記されていたその人相書きを見ているうちにおいらはいいことを考えついた犬塚のど殿とおいらの顔が似ているのを幸いその身代わりとなれば小分母の難儀が救われるおいらが女房の縫いをここへ送り返したのは 我慢強いあんたに腹を立てさせて、おいらを切ってもらう魂胆だった。すまなかった。お前の深い考えも知らずにいた。この俺が恥ずかしい。いや、違う。おいらは、ここで殺されれば本望だ。しかし、気にかかるのはせがれの第八。 後とよろしく頼むぞ。古文母は気絶して倒れている第八と妹の縫いを抱き上げた縫いはもうがっくりと首を垂れて事切れているだが第八は古文母に抱き上げられると同時に握っていた右の手をパッと開いたするとその手のひらからピカッとた。 と光って一つの玉が飛んだ。古文語がそれを拾い上げてみると、義兄弟のみんなが持っている玉と同じ水晶の玉であった。しかもすかしぼりのように浮き上がった文字は、仁だった。その上、もう一つの不思議は、さっき父の房八に蹴られた腰のあたりが腫れ上がって、それがみるみるうちに、 ボタンの花のあざになってしまったことであるふはちこれを見よお前のこの第八は我ら義兄弟のしるしである水晶の玉陣を持っていたぞこの牡丹の花のあざも何よりの証拠だありがたいそれを聞いておいらは安心して死んでいける ごぶんごどのこうなった上は奥にいる犬塚志のというお方の身代わりにおいらの首を大官所へ差し出して親父さんを返してもらうのだ」。そのと言い,いながら突然障子が開いて奥の座敷に寝ていた犬塚志のが入ってきた。 しのは破傷風の痛みに苦しんでいたが、小分ごと房八の切り結ぶ太刀の音を耳にすると、居ても立ってもいられず、とうとう寝床からはい出したのである。我らのために、とんだ犠牲を出して申し訳ない。しのは房八の前へ両手をついて頭を下げた。その時、尺八の根がぴたりとやんだ。 廊下に人の足音がしたかと思うと、それがだんだん近づいてくる。さては、粘玉棒。ここの様子を見に来るらしいが、もし見られたら生かしてはおけぬ。小文吾としのが、きっと身構えたとき、山伏姿の粘玉棒が、ごめん、と言いながら、のっそり部屋に現れた。 あいや皆さんしばらく気を鎮めて聞かっしゃい。念玉棒というのは世を忍ぶ狩りの名で実はわしは阿波の滝田城主里見吉真公に仕える金丸樹大棒というものだ。水晶の玉と牡丹の花のあざを持つ義兄弟とこのわしはきっと でも切れない絵にしで結ばれているのだ。小文吾としのはびっくりして金丸中大坊の顔を見つめた。さてのどのと小文どの。わしは深いわけがあって八つの玉の行方を探しているその玉を持った者はみんな兄弟となり。 やがて八人の義兄弟が勢ぞろいすることになるだろう。そう言いながら主大坊は腰にぶら下げた大きいほら貝の中へ山林房八と妻の縫いの傷口から流れ出た血を受け止めた。さあ死篠殿昔から破傷風の薬は若い男女の血を混ぜてそれで洗えばいいと言われている。 もしもこの薬に効き目があれば第八殿の両親の死は決して無駄ではないことになる。ナ無阿弥ダブツナムアミダブツ。早速篠はホラガの血で傷口を洗った。すると痛みは嘘のようにピタリ止まった。しかしその時房八は苦しい息の下からキレキレに 首を切って親孝行させてくれ頼むそこで小文吾は涙ながらに房八の首を切り哀れな夫婦のために心からの冥福を祈った主大坊も静かに両手を合わせて数珠をまさぐりながら伏せ姫のこと八つ房という猛犬のこと空中に飛び散った八つの玉を訪ねて 安家の旅に出たことなどを詳しく物語った不思議な物語に人々がじっと耳を傾けていると郊外に人の騒ぐ物音が起こった古文吾がいち早く土間へ飛び降りてくぐり戸を開けると待っていたように大きな男がどさりと投げ込まれた頭を割られて虫の息をしている 塩浜のか唐四郎だった。続いて大男を右と左に一人ずつ抱えて戸口をくぐったのは犬が貝玄八であった。三人連れの男はなんとなく粉屋の,の様子が怪しいので様子を見届け大官所へ届けて賞金にありつかんものと雨戸の外から立ち聞きしていたが、 そこを運悪く芝浦から帰ってきたぱ八に見つかってしまったのである。バカなやつらさ、うちの中に気を取られて、このぱ八が帰ったとも知らず、簡単にやっつけられたのはお気の毒だったよ。ぱ八はそっと髪の乱れをかき上げた。次の朝早く、小文語は房八の首を持って大観所へ行き、 確かに犬塚篠の首を切って参りました。どうかを改めください。と言った。喜んだのは新折穂田雄である。大して骨も折らずに犬塚篠ほどの健脚を討ち取ったのだから大手柄になる。早速約束通りに文吾兵を牢から出して返してくれた。文吾兵が粉屋へ戻ってみると。 そこには本物のしのが元気になって待っていた。主大坊に言われて血で洗ったのと、玄八が芝浦から買ってきた薬のおかげで、破傷風はすっかり良くなっていたのである。しかし、文吾兵衛にとって、ふさ八と一人娘の縫いの死はいくら泣いても泣ききれないほどの悲しさだった。だが後には、 可愛い,い孫の第8が残っている。文吾兵は息子の子文吾には犬田古文吾と名乗らせ、次いで第8には犬江新兵衛と武士らしい名を付けてやった。この第8が祖母の明心に育てられ、やがて成人して活躍するのは後の話である。ところで、のと玄八、古文吾の三人は、 そのまま行徳に隠れ住むのが難しいので、ほどなく武蔵の国大塚の里にいる義兄弟、学蔵の犬川宗介を訪ねて旅立った。それとは別に、主大坊もまだ行方のわからない玉を訪ねて、再びこれも旅立つことになった。